ゲリラのゴリラで配信させていただきます。お疲れ様です。皆さん今日も一日お疲れ様です。私もどういう意味。みやんこ先生バラありがとう。いっこさん結婚してキリラだけど駆けつけてくれてありがとう。りょうだいさんかわいいありがとう。ホワタペンギンさんお疲れありがとう。何かが起こる、起こしちゃいますか。ちょっと寒い、寒くないです。フォーユーさんピカピカありがとう。寒くないか。ハリーさんお手紙ありがとうお手紙ありがとう。マサルさん焼きそばパンありがとう。そうですね、今日は事務所に寄りまして、皆さんからのお誕生日プレゼントとかゲットできましたよ。皆さんありがとう。りょうだいさん君は希望の光ありがとうありがとう。こんばんは、皆さんこんばんは。いかがお過ごしですか。工藤はもう寒いです。寒いです。骨や歯の形成が2回出てきてる。あ、メール読んでくれた。飯食ったん。ヨーグルト食べました。夜ご飯めっちゃ見てくれとるやん。腫瘍無機物質ね。ミネラルは腫瘍無機質の微量無機質。精神の安定とか精神不安定とかさ。めちゃめちゃ着込みなされ。これ着込んでるよね。メンバーとお互いにギューして温まるしかないな。ちょっと皆カップラーメン食べてるのは熱い。昨日綺麗だったスーツ姿ですか。今日もこれ母のお下がりブラウスです。ちょっときれいめですよね。寒みです。今日もきれいか。優しい。なんかみんななんでそんなさ褒めてくれるの。優しい、ありがとう。無機質な夕食確かに。スーツいい。私もうスーツを日頃の姿にしようと思ってる。日頃の姿ってなんかさなんかあれみたいだね。ポケモンみたいなさ、ポケモンみたいなあれだけど、そう日頃の姿にしたいなって思ってます。つまみたくなります。気品ある、ね、本当にポケモンみたいな、なんか関東の姿みたいな、なんかあるじゃないですかポケモン。あやとさんお疲れありがとう。皆さんもお疲れ様。皆さんかぼちゃのスーツも大事でしょ。でもやっぱスーツよね。新入社員って感じにしたい。レッスン着もスーツだったらめちゃめちゃ怒られそう。でも伸縮性のあるスーツだったらいいよね。チリパのふりかけさ最高だね。私もさチリパのふりかけをいただいてさ、いいよ。マサルさん猫ちゃんのパンありがとう。猫パン、ぬこパン、ぬこ。あ、伸びるスーツあるの。リコちゃん怒られてなんぼ。せやで。付き合ってみるか、何年かぶりに全力でせこ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 。そう、ストレッチ素材くど。でも昨日スーツ着たまま筋トレしてたんですよ。でも全然
スーツ、このスーツは伸びない素材、伸縮性があまりない、あってもちょっとあまりない素材なので、そうストレッチとかしにくかったです。シャー伸びるスーツ、プラグスーツでいい、ほんと可動域ね、そうスーツで筋トレする人おらんけどさ、あそういえば私今日あのジム着を、ジム着っていうかトレーニング着が欲しいなって真剣に考え始めました。皿山ふみさんだるまありがとう。あストレッチスーツ、作業用スーツってユニクロ天才じゃん、ちょっと 見に行こう。スーツめっちゃ似合ってる、嬉しい。いや絶対さプリケツストレッチしたらさお尻破れちゃうよね。でもなんかこのカーディガンも合ってるような。せやストレッチスーツいいね。スーツこち好きこち、ありがとう。スーツで筋トレする人いる？私くらいじゃない？あいるんだ。結構すごいバキ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 ってしそうじゃない？お尻とか絶対ぶけるでしょ。高い優しい。私社員になっていいですか？このカーディガン可愛いですよね。ちょっと最近買ったんですよ。手触りが好きです。これ直で着て昼寝しました。めっちゃ汗かいた。めっちゃ汗かきました。あースーツ風カジュアルの服。オフィスカジュアルって。